認めよう。殺し合うことは避けられない。肉親でさえ、隣人でさえ、競い合う相手なのだと。それが人間の本質だ。動物を絶命させ、資源を食い荒らし、消費するだけの命。しかし、ならば、彼らの争いには何の意味があったのか。Thank you.
なくだ。行くぞ、奏者よ。客受けが悪そうだな、これは。蹴散らす。
やキャッ、いいぞ、共に勝利を。うっ、うん、させぬ、うん、もらったぞ、硬いな。検討したな。マスター行くぞ、マスター、打ち砕く、やっ、受けるがよい。見事だ、これこそ予想者。第一問、探索を続けよう。奏者よ、こちらを見よ。世を前にしてうつむくなど無礼であろう。というか、世が傷つくではないか。仕方あるまい。
暇を持て余しているのなら葉に付き合ってもらうぞ。以前葉はそなたのことを聞いた。どのような人間なのか些細なことでも知りたくなってな。そなたは確かな言葉は返さなかった。ふむ、あの時は情けないとも思ったが、それは残酷な話であったな。そなたがどれほどの苦悩、反問に身を焦がしているか、過去とは当人にしか折り合いをつけられぬもの。この手ではそなたの苦しみを拭うことはできん。うむ、なのでもっと前向きな話をしよう。奏者よ、過去はとりあえず隅に置け。それぐらいの無責任さよ。それに聖杯戦争も終盤、サーヴァントとしてマスターの意思を確かめておかねばならぬ。奏者よ、聖杯を手に入れた時何を願う？うむ、却下だ。ここで我が剣の錆と消えるか。民衆の人気を得んがため惜しみなく財布もしたのだ。うむ、白状しよう。ローマの国庫を空にしたのは紛れもない。だが何が悪かろう。世はあるものを使うだけだ。あらゆる文化を吸収し、ひたすら繁栄を欲する我が市民にその行き着く先を見せたのみ。むしろ放蕩なローマを世で終わりにしてやったのだ。どうだ、意見があるなら申してみよ。うるさい。よかれと思ってやったことなのだ。過去のことを持ち出すでない。大体実現可能なものなぞ願うな。そなたが望むならハレムなぞ世がいつでも用立ててやる。そんなものよりそなたの手が届かぬ思いを口にするのだ。願いとは実現できぬ理想の別名。世が知りたいのはそなたの心の在り方だ。そうか、まだわからないか。まったく仕方のないマスターだ。
まあ及第点としておこう。それなりに満足のいく会話であった。次に長い休みができたのなら、その時はそなたから質問をせよ。うむ。なのだが、そろそろ過ちは正しておこう。どうも勘違いをされている気がするのでな。世の服装のことだ。英霊の中には少女の身でありながら生涯を男装で過ごした騎士王もいると聞く。結果史実では男性と記されたとか。おそらく民を滑る手段として性別を隠したのであろう。あっぱれな心意気だが、世が男装を好むのはそれとは理由が違う。世は皇帝であるために男装をしているわけではない。単にこの格好が好きなだけだ。うむ、単に男も女も大好きなのだ。世は性別に関係なく人間というものを愛している。なのでおかしな勘違いはしないようにな。世は男であろうと女であろうと気に入った人間には尽くすのだ。
なんと。開幕だ。行くぞ、奏者よ。行くぞマスター。バカイナ、ミスンドゥ。受けるがよい。風と消える。こうしているだけでも世は割と嬉しいぞ。始めよう、マスター。よい、始めよう。打ち砕く。やっ、タッ。受けるがよい。見事だ。それでこの世の奏者。怪我はないか、マスター。これはいいもの。やや客受けだ。任せよ。ミスンドゥ。さて、ふっ。バカイナ、受けるがよい。打ち砕く。検討したな。だけでぬっ。始めよう、マスター。行くぞ。共に勝利を。出直せ。そこを動くな。タッ。受けるがよい。出発。ふん、よしとしよう。大事な探索を続けよう。よい、始め。ミスンドゥ。やっ、タッ。受けるがよい。返上するぞ。検討したな。剣を振るうは世の役目。
戦闘に。
って出直せ。打ち砕く。受けるがよい。打ち砕く。ふん、よしとしよう。大事な探索を続けよう。ご苦労だった。なかなかの活躍だったぞ。